今回はこちらです。ホンダフィットの連行型の前期だね。前期型の、まあ、1300で、まあ、所蔵機能で1出たっていう、ちょっと珍しい答えが出てきたということなんだけど、うん、ね、うん。まあ、フロアは本当に、テーマナンバーの答えだったんだけど、オールックはなかったね。優勝機能で、でも、出るってわけでもないし、ね、はい。中の人も上です。まあ、そういう感じでね、見てきたということで。なんだけど、まあ、ルーネットも、ね、サイドも、そんなに、ね、広くはなかったし、まあ、これはこれで悪くはなかったかな。うん。で、まあ、普通のようなオーディオの外付けのコネラみたいなやつを使ってたってやつだよ。なんだけど、まあ、この辺の悪くはなかったかなっていうところだね。うん。そんな印象もあったかな。まあ、ハイブリッドじゃないっていうのは、まあ、良かったかなってところだね。うん。まあ、それ以外で言えば、まあ、負担乗りもできるし、まあ、そういうところだよな。シルバーだからね、結構影響しちゃったっていうのかな、うん、っていうのはあるかもしれないんだけど、まあ状態としては悪くない一台かなってところだよね。うん。まあ、何でもできるし、ね、荷物も乗っけられるし、これこれで悪くはない一台だと思うんだけどね。うん。いや、いいよね。
どうでしょうかね。中の人やっぱね、錆びとるよね。こういうところだし、こんなに悪くないな。こことか全然悪くない、悪くない。いいんじゃない。それはあるしな。悪くないな。綺麗だね。あとは見たいのは、これ錆び取ったな、スタ。ショック錆び取ったんだよな。